敗者復活最終戦、まず最初の試合、日本の石井と矢崎の2人の対戦がまもなく残り時間1分40秒、ともに指導が2つずつ、有効のポイントが1つずつあります。両者ポイントは並んでいます。内股に行きます。石井、石井が積極的に行ってますね。開始38秒に両者に指導、そして開始1分50秒で両者に2つ目の指導、そして今石井に指導がありましたが、今のは与えるとすれば逆でしょうね。副審2人が打ち消しました、はい、指導はなくなりました、消えました。ポイントは並んだままです。残り1分30秒を切りました。さあ抑え込みに入るか石井。ただまあ矢崎もあの足が効きますから、簡単には抑えられないですね。待てです。こちらが石井です。国士舘高校の3年生です。ジュニアの大会、全日本ジュニア、アジアジュニア、世界ジュニアと今年は全て勝ちました。そして11月の講道館杯でも優勝、12月の韓国国際では韓国のジャン・スーホを破って優勝しています。またここで寝技に行こうという石井。残り39秒で待て。両者ポイント並んだまま敗者復活最終戦、石井聡と矢崎優太、残り間もなく30秒です。共に指導2つずつ、このままいけばゴールデンスコア方式の延長戦に入ります。若干石の方が前に前に出てますね、はいはい。まあ、ここで副審の一人は指導、矢崎に指導で す, です、ね、矢崎に指導、残り22秒で矢崎に指導です。ここで石井がポイントを上回りました。奥襟を取っている矢崎、すり返しに行きます。残り10秒、ポイントは石井がリード。高校3年生石井、このまま押し切りそうですね、残り5秒で時計が止まりました。敗者復活最終戦、試合終了。100キロ級の石井聡、高校3年生、敗者復活最終戦を勝ち上がって3位決定戦に進出します。3位決定戦はこの後行われます。準決勝、井上康生と高井洋平の敗れた方との対戦になります。